グランプリシリーズフランス大会に出場するこの選手、鍵山優真選手です。2年ぶりのグランプリシリーズ楽しみですね。いや、なんかすごい後輩だなって思える選手で、喋るときは敬語なので、私がちょっと自分のこと、私が自分自身のことを先輩だなって思える瞬間がたくさんある、そんな選手です。まあ、最近は私もそう、実は社会人になりまして引退はしたんですけれども、ちょくちょくリンクに顔を出してはちょっとジャンプ飛んだりっていうことをしてるんですけれども、その時に4回転サルコー、素晴らしい、もう素晴らしい4回転サルコーを飛ぶ優真選手が、私のトリプルサルコーを見て、今のサルコー良かったですよねみたいな感じでボソッと言ってくれたのが、私個人的には嬉しかったなって、挨拶もしてくれるので、あ、良かったって思って、まだ私のこと覚えてくれてるって思ってとにかくセカンドジャンプが高いなっていうところがすごいなって思っていて、やっぱりファーストジャンプに比べてセカンドジャンプは勢いも落ちるので高く飛ぶことは難しいんですけれども、本当にファーストジャンプかのように、もしくはそれよりもっていうぐらいセカンドのジャンプがポンと高く上がって、本当なんかゴムマリを見ているような、そんなジャンプを飛ぶ選手かなと思います。ゴムマリ、スーパーボールって言った方が良かったですかなんかポンポンっていうのが見てて気持ちいいなって思います。今シーズンショートとフリーを昨シーズンの持ち越しでやってると思うんですけれども、全体的になんかブラッシュアップされて、ここの滑りも良くなってるし、あそこの滑りも良くなってるなって感じているので、ここっていうよりかは全体的なレベルアップっていうのを見てほしいかなと思います。やっぱり少しで離れてしまうと、本当に復帰した後自分は成績を残せるのだろうかっていう不安だったりとか、また同世代の選手の活躍を見て、あそこに自分も肩を並べられるのだろうかとか、そういう不安もあったと思うんですけど、構成、ジャンプ構成自体は高難度じゃなくて、もう一つ一つの、出来栄え点でどん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 加算させて高得点を取るっていう、4回転が少なかったとしても十分トップで戦える。推し語り、ユハナの推しポイントはこちら、みなぎる闘志。怪我もあったんですけれども、今まさに闘志みなぎってるなって感じておりまして、先日国際大会に出場されてたんですけれども、もう帰ってすぐリンクで練習していたという情報を聞きまして、多分今彼やってやるっていう気持ちがすごい強いんじゃないかなと思っています。もちろん演技も見てほしいんですけれども、北京オリンピック銀メダリストはこんなものではないぞと優真くん自身が体現するんじゃないかなって思っております。推し語り、地元スケーターの活躍は朝のドデスカと夕方のドデスカプラスでもお伝えします。ぜひご覧ください。